はい、どうも皆さん、こんばんは、ナイルです。ということで、前回の2キャラやっていきましょう。アンダーテイル。おっとっとっと。あ、またこれあれか。丸のやつだ。もういきなり意味わかんないところに1個だけ丸作っちゃったわ。これ大丈夫か？じゃあね、下行っていいか、1回。ちょ、見よう。あ、サンズの葉。なんだこれ？サンズ？雪の塊だ。赤いマーカーでサンズ。墓かなんかですか？死にましたか？パピルスの雪像。あー、なるほどね。パピルスとサンズ。うん。何の意味がある、これに。オッケー、とりあえず、これで、てかさ、これめっちゃ簡単じゃないか、今思ったら。これさ、縦行って、なるほど、そう止まるわけか。あ、でもさ、これでよくね？こう。え？うわ、もう天才やん！いけた！ちょっと待って、これはすごくないか？さすがに。もうほぼ一発クリアって言っても過言じゃないぐらい。あ、なに？あ、いや、なんも見えないわ。なんもわかんないわ。あ、なになになに？なんかがあったかもしんないね。あー、待てよ。下なのか？先に。どっちだ？どっちだ？ちょっと聞くか、サンズに。よう。ん？うわ、なんか目があるな。雲みたいな。雲って目が4つぐらいありますもんね。ようだけか、お前は。何？どういうこと？ギフトロットが向かってきた。向かってきたのね。はい。ギフトロット。飾りつける、プレゼント、飾りを取る、飾りつけよう。うん。ぬいぐる、地面に落ちたぬいぐるみ用のプラスチックギョロメをギフトロットにつけた。クソガキめ変な目玉をつけ、ごめん。ごめんね。お前があまりにも変だったから、ギフトロットは前が見えずつまずいた。プレゼント、はい。受け取りを拒んだ。なんでだ、どうせ罠じゃろうが。やばいやつ、やばいやつ。あー、危ない。ちょっと待って。オッケーオッケー。飾りを取ろうか、じゃあ。縫いぐるみプラスチック表面を外した。ふん。信用ならん。何を言ってんだ、こいつは。やばいよ、これむずい。あ、でも、ここ大丈夫か？よし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 。自分に手がないことを嘆き悲しんでいる。飾りを取る。若者のドヤ顔が 3D で浮き上がるしおりを外した。少し楽になったの。なるほど！取って欲しかったのね。死ぬ！死ぬ！あ、やべ、死んだ。あ、やべ、あ、俺めっちゃ弱いな。しっかりしろ、ナムル。決意を力に変えるんだ。これ、いくらでも復活できるのありがたいな。こっからかー。これさ、先右行ってみてもいいですか？右行ったら何があんのかな？これは？なんてちっぽけな犬小屋。ワン。これは雪もふ？雪もふって何？あ、なんだ？なんだ？あ、かわいい犬が出てきた。ちっちゃい犬から。あ、泣いてる？あ、かわいい。よしよししてあげよう。でかー、こわちょっと待って、グレータードッグ、何も可愛くなかった。めちゃくちゃ怖いんやけど。犬がめっちゃいんな。じゃあこれ、分析しよう。はいはいはい。興奮しすぎて戦いと遊びの区別がつかない。やばいね、それ。やばいやばい、ワンワン。オッケーオッケーオッケー。熱心にこちらを見張っている。なでなで、呼ぶ、遊んだらダメだな、じゃあ。なでなでしよっか。うん、遠くに行ってない、空気を撫でた。何してんだ？何してんだ、バカ。ナムルバカ！よし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 。遠くにいるんだったら、じゃあ呼ぶか。呼ぼう。グレーダードッグを呼んだ。グレード飛びついてきた。顔によだれが跳ねた。うん、これは、遊んでるっていう、捉えていいのかな？よしよしよし。愛情を求めている。オッケーオッケー、これでなでなでだ。なでなで。なでなでと膝の上で丸くなった。あ、かわいい。すっかり安心して眠ってみましょう。かわいい。何それ？起きた、テンションがめちゃくちゃ高い。やめて！何？危ない。グレーターどっか、前足で地面をトントンしている。どうすんの？遊ぼうか。うん、雪玉を作って投げてやった。取ってこい。雪玉地面に当たって砕け散った。グレーターどっかはあたりの雪をかき集め、こちらへ差し出した。犬はクタクタになった。お腹の上に頭を乗せてきた。やっぱり可愛いけど、この攻撃は強いよね。よし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 。グレーターどっかスキンシップ。オッケー、じゃあこれでまたなでなでか。うん。
全体重をかけてのしかかってきた。動きにくい。しかし、まだ撫で足りない。まだ撫で足りない。これダメだ、これダメだ。ちょっと待って。なでなでゲージ、現在 40%。 意味わかんねえ。なでなでゲージってなんだ。のしかかられたら、ひとたまりもねえけど、とどめのひとなでを決めた。なでゲージ、100%。え？前足宙に投げ出し、覆いかぶさってきた。だから、覆いかぶさられたらやばいのよ。この辺青になるはず。あー、なんでだ、なんでだ。グレータードッグは満足した。よしよしよし。よし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 。倒すか、これで。今から戦う？逃がそう。オッケーオッケー。あ、お前、そういうタイプの犬だったのか。なんだ、じゃあ、その鎧は、お前。やめてくれ、怖いから。あ、逆逆。尻尾が頭になってるから。なに、こっちが後っぽいか、そしたら。じゃあ、先サンズの方行こうかね。結局、こっちからっていうね。サンズがいねえ。なんでだ、なんでだ、サンズがいねえぞ、今回。おかしいだろうがよ。またギフトロットラ、こいつわかんねえのよな。でも、飾りを取れ、あ、間違えた、間違えた、間違えた。もう、なになになに、真ん中大丈夫、真ん中大丈夫、真ん中大丈夫。オッケーオッケーオッケー。よしよし。飾りを取る。はい。犬無印レーズンの箱を外した。少し楽になったの。よ。オッケー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 。苛立ちが少し収まってきた。じゃあもうちょっと取ろうか。うん。はい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 。まあ、ね、よくわかんないの取ったね。なにこれ、これむずい、これむずい、これマジで嫌、むずい。苛立ちが少し収まった。ギフトロット、飾りを取る。はい、有刺鉄線、有刺鉄線。ギフトロット、悩みの種から解放された。あ、じゃあ見逃せる。あ、逃がすできるやん。オッケー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 。3回必要なのね。うわ、こっちはこっちなんか続いてそう。ちょっと待てよ。回復しますね。HP が6なんで。てか俺、無駄にさ、アイテム使っちゃったり投げ捨てちゃったりしてさ、結構アイテムが少ないんですよ。回復系のアイテムが。バカみたいに使っちゃったから。まあ、行こう。あ、なんだここ。あ、なにこれ。え？扉？え、なになになに？なに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 ？お？え、いいの？全部消えたけど。え、なになになにこれ？なにこれ？ん？あー、まだここには来れないのかな？全然わかんないね、意味が。ちょっと戻りましょうか。意味がわかんない。ちなみにこの目が光ってるのは関係ないの？目の光る順番とか関係ないよね。いやー、関係なさそう。サンズがさ、なんでいなくなっちゃったのかがわかんないのよね。一回死んだらサンズってもう出てこないの？いや、だとしたらむずいって。初見殺しにも程あるって、あのギフトロットはさ。その攻略見ないとわかんなくねえか、倒し方とか。マジかよ。そっちにいるんかい。いいか、人間。最後のゲームだ。こいつは、これまでで一番危険だぞ。見ろ。恐怖の死刑執行マシーン。なんだ。犬が一匹いんな。犬がいんな。俺がやれと一言合図をすれば、たちまち動き出すのだ。大砲が発射され、槍が突き刺し、ナイフが切り刻め、すべての凶器が容赦なく攻撃を始めるぞ。犬はどんな攻撃すんだ。この仕掛けを、意的突破することはまず不可能。覚悟はいいか？いいなら、行くぞ。良いな。一斉の、本当にやっちゃうからな。まあいいよ。よ、かわすわ、じゃあ。はい、いいよ。どうぞ。動かないぜ。故障かな？なんだ？なんだ？またお前らそういう感じか。しっけえな。今、合図するところだ。はい、いいよ。いつ来んの？いつ来んの？これ。まだ、全然動いてるように見えないぜ。まだかよ！いや、やはりこのゲームは、なんというか、その、あっという間に決着がつきすぎる。そうとも、こんな総打ちは全然ダメだ。俺様は誇り高きスケルトン。俺様のパズルは全部フェアプレイ。レイの罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げたし。だが、この装置は安直すぎる。品がない。やめやめ。あ、動かなかっただけだろうが、お前。何してくれてんねん。覚悟しとったぞ、こっちは。避けるよ。なんだ、何を見ている。私も偉大なるパラピルス様の大勝利だ。どこがやねん。めちゃくちゃ大敗北ですわ。なんか自慢されただけ。結構な武器と犬を。ちょっとだけ自慢された、それだけですわ。
あ、サンズ、なんで君はこっちにいんの？あっちにいなかった？あいつ今度は何するつもりかな？青いらにはさっぱりだ。一つ言えるのは青い攻撃のことを思い出せってことだな。まあまあ、青い攻撃のことは動かなければいいっていうのは、それは分かってんのよ。うん。なにこれ、ようこそスノーフルの街へ。あ、スノーフルってなんか書いてあったら、あー、休憩しよう。やったー、だいぶ体力回復できた。これ嬉しいわ。棒切れ、おもちゃのナイフ。いらないな。売りたいんですけど。あれ、おもちゃのナイフ装備してないのかな俺今。生きだるまのかけら。うん。ナイスクリーム。これは持っとこう。うん。待てよ。おもちゃの装備しよう。アイテム。おもちゃのナイフ装備。で、ステータスどう変わってんの？うん。おもちゃのナイフ、包帯。アイテム。丈夫な手袋、ユース。で、そうすると、ステータス、丈夫な手袋、包帯。あ、丈夫な手袋を装備しちゃってるんやね。あー。ウェポン、アーム。丈夫な手袋って絶対アーマーの方だと思うんですけど。攻撃になるのね。なるほど。仕方ない。それ分かったわ。お、何か探し物かい？普通にこういう感じのもあるんやね。話してみましょう。挨拶する。おしゃべり付き合うよ。挨拶するおすすめ。この街の歴史。地下での生活。まあ、挨拶しよう。スノーフレへようこそ。この街によそから人が来るなんて随分久しぶり。あんたどっから来たの？都会環境局って雰囲気じゃないけど、鶴はいないのかい？いないな。おすすめスポット。この街の歴史。この街の歴史って何？歴史の授業で習わなかったのかい？昔々モンターたちは森の遺跡に住んでいましたって。で、まあいろいろあってみんなで遺跡出て洞窟の出口の方を目指したのさ。その途中で獣系の連中はこの辺りの気候が気に入ってるサマースミ。あー、寒いですけどね。そうそう、遺跡に行ってみようなんて考えても無駄だよ。扉はずっと昔に閉じたっきりさ、お化けになるか、地面に穴でも掘らない限り中には入れないからね。ああ。地面に穴掘れば入れるんやな。地下での生活。これといって特に変わったことはない。ちょっと狭苦しいのは確かだけど、でもみんな心の奥で信じてんのさ。いつかきっと自由になれる日が来るって、そうやって希望を持ってる限り、しんどくたって耐えていけるって思うんだ。え、もう自由なんじゃないの？君たち魔物って。魔物って何？何かのルールに縛られてる意味がわかんないんですけど、特に。え、人生ってそういうもんだろう。はい、おすすめスポットは。この街のおすすめスポットか、お腹が空いてんならグリルビーズ、調べ物なら図書館、くたびれてんなら宿屋で一休みするといい。この店のすぐ隣さ、私の姉さんがやってんだ。退屈なら表に出て、骸骨コンビの漫才。あいつら骸骨コンビって呼ばれてんねやな。あの二人多分兄弟だと思うけど、ある日突然現れて偉そうにし始めて、まあおかげで暇つぶしには困らなくなった。なるほどね。はい、戻りましょう。じゃあなんか買い、あ、売るか。まず、なんで物を売りたい？ここは質屋じゃないよ。あんたの地元じゃどうかは知らないけどね。棒切れだの、使用済みの包帯だの、いちいち買い取ってたらうちは商売上がったりだよ。あー、じゃあダメだな。じゃあ買うしかできない。丈夫な手袋、勇ましい番だな。あー、防御が上がるな、これ。めちゃくちゃすごいやん。バビコ。バビコ。コも5にせえ、ほんなら。バビコの方が、言いやすいわ。11HP×22 と美味しい。なにこれ？どういうこと？シナモン、キー。鍵？オリジナルレシピ。回復11と、×2 回。わかんないな、それが。勇ましいアーマー、バンダナ。これ買おうか。ディフェンス今、プラス1ですよね、確かね。ちょっと待てよ。出る。はいはいはい。オッケー。ちょっと、確認しますね。ステータス。ディフェンスが1なんですね。うん。バカ弱いんですね。相手の攻撃食らっちゃったら嫌なんで、やっぱり買いますわな。買う。勇ましいバンダナを買う。はい。で、腹筋がすごい。何言ってんの？腹筋がすごい。見てるだけ？じゃあ、バビコとシナモンキー1個ずつ買っとこっか。はい。買う。ああ、ごめん。で、もう1個シナモンキー買う。はい、オッケー。これで、いいでしょう。はい。うん。お金まだ100もあるから、100って多いのか少ないのかわかんないけど。で、アイテムこんな感じですね。バビコとシナモンキー。
こう意味が11から2本繋がったやつ、2度美味しい。あー、なるほどね。これだから、2回使えるってこと？もしかして。バビコ1、バビコ2みたいなことになるのかな？わかんねえけど。とりあえずじゃあ、ここ。あ、宿やね。あー、かわいい！何このウサギみたいなやつ。眠るとね、最大 HP より多く回復するんだってママが言ってたよ。マジで？最大 HP って何？はい、いらっしゃいませ。高級ホテル、スノーホテルへ。一晩80、やめ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 。止まんない止まんない。高いわ。誰が止まるんかな。あ、上には行けないんですね。こっちも行けないと。ドラクエみたいなことはできないね。あの、カウンターの裏側にある宝箱をさ、ここから入って取りに行くみたいな。そういうことはできないね。はい。で、これは？あ、なんだなんだなんだ、ワープ装置か。なるほど。え、てか、めっちゃ街やん、ここ。すげえな。内側から鍵がかかっている。ちょっと待って、順番に見たいよね。やっぱりこれは内側からね。順番見ていこう。うわ、すげえな。こんにちは、うさぎ。このシナモンちゃんっていうの可愛いでしょ。チャームポイントはお尻、うふふ。あ、そう。あそこに立ってる女の人を見てるとなんかモヤモヤするんだよね。ああ、もう告れ、お前。モヤモヤする理由分かったかも。いや、やっぱりなんでもない。いやいや、分かってるやろ、お前。行けもう。ずっとそのままでも何も変わんねえぞ。昔、ティーンエイジャーたちがあるモンスターの角に飾りをつけていざすことがあった。街の人たちはそのモンスターを慰めてプレゼントをあげるようになった。それ以来、季語を飾りつけて、その下にプレゼントを置く習慣が生まれた。なるほど、それがクリスマスってこと？丁寧に飾りつられたツリー。プレゼントの中にサンタから街の絨毯に、住人に当てたものがある。まあ、サンタ。オス、お前さ、俺と同じで子供だろ？横島のシャツ着てっからすぐ分かったぜ。あ、ほんとやね。お揃いや。嫌なことに。嫌なことに。オープン。ここは？ここの街には蝶々がいない。何か問題が起きれば、スケルトンの奴らが、魚の女の人に伝えるんだ。あ、何言ってんだ？政治ってのはそういうもんさ。あ、間違ってるぞ、それ多分。それ、多分違うぞ。うわぁ、すっげぇ、いろんなモンスターがいる。あ、犬っすがいる。私らこの街を守る兵士さ、なのにみんなからないがしろにされてるさ。あのスケルトン兄弟は骨くらいくれればいいのにさ。私ら骨が大好きなのに。あー、一緒のこと言うのね。はい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 。君は？どうに座るかよく考えた方に。どこに座るか、下手するとあのでかくて人懐っこい犬が膝に飛び乗ってくるっす。あー、さっきね、戦いましたんで、もう大丈夫ですよ。犬ばっかりだな、ここ。どの店でも同じメニュー、来てる客も同じメンツ、たまに違うドリンク飲んで、ホットな男子と出会いたいの。あ、君女子だったのね。うわ、なんだ君は、口だ！もう歯だ！口というよりか。そうそう、人間の食べ物ってモンスターのとは違うんだろう。聞いた話だと、腐るとかいうのをするらしいぜ。ん？腐る？しかも食べると体の中を上から下まで移動するんだってよ。気色悪いな。いつか食ってみたいよ。何を言ってんだこいつは。バカなのか。都は人が増えすぎたんで、みんなこの町に移住してくるって話だ。あ、ここ都じゃないんや、別に。ここがまだ町なんやね。スノーなんちゃらっていう。俺的には地元の伝統を汚されんのはごめんだね。でも都会の気取った連中が雪道で滑ってこけるのは見物だな。あ、楽しんであれ。ジュークボックスは壊れている。音楽が鳴らねえってことか。これは？はい。寝てるな。グリルビーがね、この店では水はお出ししません。水は身を滅ぼしますって。ああ、そりゃそうでしょうね。火ですからね。この人に話しかけてるのか。今日女の子を釣りに行ったんだ。女なんてちょっと釣りと垂らせばすぐに引っかかるって聞いたからさ、川に女の子がいるのか疑問だけど、釣れたこと愛を育むつもりだよ。たとえそれが魚でもね。ああ、あの釣り竿ってこいつだったんや。めちゃくちゃ遠くまで行ってんやな。あれ、回収しに行け、バカ。一人ポーカーをしている。楽しいか？負けている？誰に？おもろいのか、それは果たして。何？え？へーみたいなのされたな。スパイク付きの首輪をして自分のアイデンティティをアピールするのはどうだ？紐を繋いで散歩に連れてってくださいっつ、自己主張だ。まあ、かまってちゃう。お前はなんだつっと、意味がわかんねえな。これちょっと奥には行けなさそうなんで、みんな話したかな。
面白いね、この街は。みんな笑ったりギャグを言ったりして目の前の問題から目をつらいしてる。単調な場合、人口密度の上昇、日当たりの悪さ。私もそうやって嫌なこと忘れられていいんだけど、お笑いのセンスがなくて、まあそうか。お笑いのセンスは、笑うことですよ。まずは、なんでもかんでも。笑うことから始まりますからね。笑わしてくれるっていうのを待ってちゃ何にも始まらないですからね。地底の世界には色々と問題もあるけど、それでもみんな笑って暮らしている。なんでって？どうせ何もできないから、文句言っても仕方ないだろう。まあでしょうけど。じゃあここ行ってみましょうか。図書館。あ、図書館ね。はいはい。その目つき、君はクロスワードパズルに手こずるタイプだね。そうなのかな。ちょっとだけ得意ですけどね。子供の頃学校で自習の時間によく文字探しをやらされたわ。はっきり言って時間の無駄だと思ってた。なのにおかしいものね。今じゃ私地底で一番文字探し作者。すごいね。そういう人よりはね、昔は国語嫌いだったけど、大人で言ったら国語の教師とかね。ああ、そういう人もいますもんね。魂とかどういうものかよく分かっていないのが現状だ。何しろ人間の魂はそれのものがなくても存在する。てか魔物の世界でもなんか教育とかそういうの存在するんやね。新聞を作る仕事はとても気に入ってるわ。ここではニュースなんてほとんどないから載せるものは漫画やパズルだけ。ああ、なるほどなるほど。それでやって作ってんのね。ここは図書館だ。ああ、分かってる。表の看板に字が決まってるよ。でしょうね。それだから来ました。学生に書いたレポートだ。モンスターの弔いの儀式についてまとめてある。モンスターの葬式は専門的観点から見てもめっちゃかっこいい。モンスターは年を取ってポックリいくと体が塵になる。葬式はその治療を時間がせいぜい、大事にしていたなんかの上に巻く。こうすることで個人の心がその中に宿るのである。ああ、指定の枚数になったかな。これ以上書きたくないんだけど。適当だな、マジで。モンスターの体は魔力で構成されてるが、人間の主成分は水。確かに。肉体を持つ人間は我々モンスターよりはるかに強力。しかし彼らは魔法で気持ちを表現する喜びを知らない。玉を並べて、お誕生日のお祝いメッセージを続くことすらないのである。何を言ってんだ？私は今こうして本を書いている。たった今部屋に誰かが入ってきて本を手に取った。そして読み始めた。おっと失礼。その本はまだ書きかけだ。書け。そっからを書け。魔力で構成されているモンスターたちの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスターは防御力が低下する。さらに敵が残忍であるほど受けるダメージは大きくなる。したがって強力な魂の持ち主から殺意を込めて攻撃されると、気が滅入る。話はこのくらいにしてケーキのレシピでも記しておこう。モンスターのレシピ第4巻。人間はの脅威から解放された我々はホームの街を後にした。寒さの厳しい街を抜け、焼けつくような灼熱のエリアを進み、ようやく現在の魅力がある場所にたどり着いた。そこはニューホームと名付けられた。やはり我らが王のネーミングセンスはいまいちのようだ。第1から第3が気になるけどな。まあいいや。愛、希望、思いやり、モンスターの魂はこれからのものでできているとされている。しかし、そもそも魂とはどういうものなのかよくわかっていないのが現状。何しろ人間の魂はそれのものがなくても存在できるのだ。まあ確かにね。魂のない人間って言ってもやばいですけどね。まあほんと死んでるみたいなことですよね、言ったら。いや、生きてはいるけど死んでるみたいな。開封されていないダイレクトメッセージが、これ、何ポストだったのかこれ。なんだかと思った。なんかの鎧かなって、鎧が飾られてんのかと思ったわ。この郵便局はパピルス。じゃあ、こっちはサンズやね。左はサンズですわ。中を見よう。空っぽだ。じゃあ、なんで中を見ようとさせる？オッケー、鍵がかかっていて、ここがループ。なるほど、ここがサンズと、パピルスの部屋ってことかな。で、ここが鍵がかかってる部屋ですよね。じゃあちょっと右行ってみましょうか。音楽が止まったな。うわ、待て、ちょっと怖い、待て。上にも行けたんで、上先行こうか。どっちが先なんかがちょっといまいちよくわかんないんで、あとセーブをしたいね、行く前に。ちょっとだから上先見に行ってからにしましょう。はいはい、こっちこっち。なあ、こっちも街なんや。よかった、先来て。ねえねえ、モンスターと人間ごっこしようよ。何それ。どうやんの？幼い頃は世界が果てしなく広がっているように思えたのだ。
ああ、なんと美しいノックの音、返事をしなければもう一度聞けるだろうか。ああ、辛抱強く待った甲斐があった。なんだ？出ないのか、お前結局。なんじゃこいつ。なんでノックの音が好きなんや。意味がわかんねえな。お、何してんの？何してんの？なに氷をぶん投げてる。え、なんで？どっから出てきてんのその氷は。で、なんで投げんの？せっかく取ったさ、氷を。これ何ここ？え、何ここ？音がない、怖いです。帰ろう。ちょっと謎空間でしたね。はい。じゃあ、セーブして、右行ってみましょうか。よし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 。さあ、ということで、セーブしてきたんでね。あ、上見たら、よう見たら、氷流れとるわ、ほら。右進んでいきたいと思います。てか、何これ、霧というか、なんか、模様？何これ何？あ、動けない。あ、パピルスだ。人間よ、複雑な感情について、語ってもいいか。それは自分と同じように、パスタを愛するものを見つけた喜び。自分と同じように、パズルが得意なものへの憧れ。イケてて頭もいいやつに、イケてると思われたいと願う。これこそ貴様が今抱いている感情だな。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが、何しろ俺様は偉大なるパピルス様だからだ。友達がたくさんいるやつの気持ちなんて普通に知ってるし、孤独な人間よ、貴様は現れた。だが、案ずるな。俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。この偉大なるパピルス様が貴様の？ダメだ。やはりこんなことは許されん。俺様は貴様の友達にはなれないのだ。貴様は人間。俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば、俺様の長年の夢が叶う。強くて人気者で有名人。それがこのパピルス様。直にロイヤルガードの一員になる男だ。はい。なるほど。なるほど。パピルスに行く手を塞がれたと。侮辱する、くどく。分析ね、まずはしていきましょう。にゃははが口癖。うわー、ちょっとわかんないな。何にもわかんなかったな。これは簡単ですね。え、めちゃくちゃ簡単。必死に透かした態度をとっている。どうすんのかな。侮辱したらダメそうなんで、くどいていきましょう。え、俺様をくどいてるの？ついに、貴様の本当の気持ちを明かしたな。だが、貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか？スパゲッティ作れます。何の取り合いもありません。うわー、どうだろうなー。こっち、ちょっと何の取り合いもありませんにやってみるか。なんと謙虚な、まるで俺様そっくり。完全に俺様のタイプだ。ではではデートしよう。貴様を、あ、やべ。見えてなかった。ちょ、これ簡単なんですけど、敵の攻撃が。パピルスはデートに着ていく服を考えている。まあじゃあ、くどいてみましょうか、もう一丁。ちょっと待って。で、デートしよう。貴様を捕まえた後でな。え、マジで何これ。本当に簡単なんですけど、ついていく。パピルスはデートでディナーに何を料理するか考えている。はい、じゃあまあもっとくどき続けましょうか。しかし声がない。これ以上行動しても何も起こらないようだ。ああ、そうなの。これ以上行動しても意味がない。じゃあ見逃すってこと？でもさ、耳の後ろにポップコーンをつけた。行動しても意味ないんすよね。逃がすも意味ないんすよね。ボーンコロンをつけた。分析しますね。そしたら。にゃー、口、あー、変わんない。まあでもこれはやる必要ないんでね。もう簡単なんで、ここにいれば。トマトソースを塗ったら何してんの？バカじゃないの？ちょっと待てよ。行動しても意味がないって言ってたんで、じゃあ攻撃してみますね、一回。はい、戦うよ。はい。よし、どうやら本気なのだ。では、俺様の有名な青攻撃を食らえ。あ、いいんやね。あー、オッケー。はい。はい、大丈夫。あ、余裕ですね。動かなければいいから。いや、すごいね。何？あ、何？え？ちょっと待って！え？貴様は青くなった。これがパピルス様の青攻撃だ。にゃはは。え？何？青くなった？待て、意味がわかんない。一旦行動して、くどくやってみますよ。
ファビウスは戦うのに夢中で狂えてもリアクションがない。あ、戦わないとダメなの。これさ、重力があんの。重力があんのよ。だからこうやらないとダメなの。よ、よしよしよし。ファビウスの。オッケー、じゃあ戦った方がいいよね。はい、ナイス。あ、デートのことなんて考えてないね。やばいよ。ちょっと待て。やばい、おいよ。待ってむずい。待ってむずいよ。高い高い。ギリ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 。あ、くっそ。ちょっと待って。ちょっと待って。分析していいですか。やはは、口じゃあ、もっと上ボタンを。これむずい。マジ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 むずいよ。これむずい。頼む。よし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 。ああ、疲れてきた。ちょっと待てよ。戦ってみますね。はい。オーケー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 。俺様にスペシャル攻撃食わせるなよ。ああ、そっちかい。ああ、待て待て、下下オッケー。待って、めっちゃむずいんやけど、これ。まあ、戦うしかないな。オッケー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 。俺様は人気者である、もうすぐだ。うわあ、ちょっと待って、左から来んのずるい。マジずるい。止まる、よし。ああ、待て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 。耳がないことに気づいた。何をやっとんねん、ずっと。耳の裏に何を塗っとった、ずっと。ちょっと待てよ。回復しよう。ナイスクリーム。うん、15回復。あー、やばい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 。むずいー、むずいよ。ちょっと待って。オッケーオッケー。あ、無敵時間で。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ダメ。まだまだ。とにかくこれ。ああ、なるほど、攻撃ってこうやってんのか。比類なきスパゲッティアイデアであるパピルス様が隊長になるのだ。そっちかい。やばいよ。ちょっと待って、むずすぎるって。マジむずい。やばいやばい。骨攻撃を準備している。まあまあ戦うしかないか。うんうん、あんだいんよ。もっとよろ、きっと喜ぶ。ちょっと、はい、よし、はーい、オッケー、はーい、オッケー。ちょっと待ってくれ、マジで強すぎるって。バビコ使おう。半分食べた、ナイス。王様はにわかに俺の木を俺様の顔の形に刈り込むだろう。何を言ってんだ、マジで。あ、遅いからこれ。逆にむずい、逆にむずい、逆にむずい、逆にむずい。パピルスは、いやーと、じゃあね、もう まだ何もできない。侮辱してみていい。パピルスは高め、あー、なるほどね。そういうのはダメなの。もうじゃあ戦うしかできないやん、結局さー、結局さー。オッケー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 。戦います。はい、オッケーオッケーオッケー。ファンが大勢詰めかけてるぞ、でも。うむずい、うむずい。あー、やばい、死ぬー、死ぬー。やばいやばいやばい、待って待って。一回シナモンキーで大回復しよう。オッケー。俺様、まっすぐ俺様を持ってくれる奴はいるのだろう。ちょっと待って、あれ、なんでなんでなんで、コントローラーがバグってるー。うまい。あー、無理だ無理だ、待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。むずすぎるって、これ。はい。よし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 。はい。無理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 。待って、もう回復アイテムがねえって。どうすんの、マジで。今晩は気軽にデートもできなくなる。あ、止まり。はい、ストップ。あー、もうむずい。うわー、むずいって。よし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 。骨攻撃。てか、もうダメだ。もう体力がない。あー、あー、あー、疲れた。あー、疲れた。待て待て、死ぬー、危ない、死ぬー。俺さ、要するにこんな簡単に捕まえられた。え、これから貴様はプリズンゾーンに閉じ込めてる。兄ちゃんがこういうところ、うちのガレージだ。貴様は犬小屋行きだぞ。にゃはは。え、何？あ、え？押すと吸気音がするおもちゃだ。おいおいおい、なになに？回復アイテム全部なくなったんですけど、俺。
なに、回復しなくてもよかった？もしかして。いや、なんだなんだ、書き置きだ。悪いが案内が来るまでこの部屋でおとしくしてもらい、ごゆっくりお次々ください。お食事と休憩場所もご用意しました。あ、ありがとう。ナハハのパルピスより。あ、ありがとうね。残念ながら、ただのカリカリのドッグフード。俺、犬じゃねえんよな。小さすぎてこの上は眠そうにない。押すと吸気音がするおもちゃ。これさっき見たね。おい、通れるんですけど。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ここがね、ここが、ああ、なるほど、なるほど。ここがその、あ、なるほど。ちょ、セーブしよう。ちょ、待って待って。だいぶ疲れた。さっきの戦闘でだいぶ疲れた。ちょ、アイテム買っていい？アイテム買おう。めっちゃ便利。バビコ。めっちゃ便利なんで、これ買います。うん、で、もう一個買ってきます。はい。よし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 。オッケー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 。よし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 。はい、いい感じですね。ちょっと出れちゃったんですけど。目の当たりにして決意がみなぎってきたセーブ。はい。ってことで、じゃあ今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。また次回ね、続きからやっていきますので、次回の動画でお会いしましょう。なるでした。バイバイ。